世界で配信されちゃう。そこに集まって。そこに集まっていた。あ、ここに。あ、そうか、そうか。あれじゃないですか。全部なかった。全部。もう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 。
お願いします。よく見ててよ。あどこ行ったか分かってからな。フェアウェイ、うん、大丈夫です、大丈夫。行ってらっしゃい。お願いします。頑張ってきます。行ってらっしゃい。なんか持ってきたの。見えなかった。さあ続け。人を避けて。クレバー最近変わったのかな。ナイス。真ん中、あ、その後上がるって。シングルヒット。今のところキープです。100%6割じゃない。あれ前の方がかっこよかった。なんかちょっとなんか変わったフォーム。ちょっと変わりました。後でビデオ見せてもらえば。はい。アドレスがなんか前と全然違う。アドレスか。翔平くんのウッド。もちろん。そうだよ。今日100切り宣言。いいよ。ライト前ヒット。フェアウェイ。気に当たってフェアウェイだね。キープ率 100% 目指そうよ。だってちょっと前行ったあそこの緑色のところ。お願いします。確かに。いいね。ちょっと潰さないとダメですよ。
そうそう。翔平、爪を呼んでくれよ。聞きたい。一番白旗じゃん。主の威厳を保つ。気合が入っている。うち白旗じゃん。いや、なあ、ケツ二人カットしてやる。いや、全然、あと全部パーでいくんで。ケツ二人。ケツ二人カットしてやるよ。6人ぐらいカットしちゃう。若手をカットする。昼午前中で2人、午後にもう一回再考しよう。言い忘れたけど、お豆ですか、ね。ここは入んない。ああ、なるほど。付属品なんです。翔平君いつからそんなに控えめになってたんだよ。最初そんな強気だったこの間ダイヤグリーン回った時はだって、もう沼尻さん、僕も教えてあげますよ。いや、あの時は沼尻さんがもう。あ同じあれで回ったもんあマジでめちゃ教えらんねえじゃん。いや2人で立ってんならあれで入ります。もう、うん、ちょっと薄かったね。薄いっすね。あでもあでもパー取れるよ。まあまあ、いや俺もニアピンらしいです。あ、そうなの？はい。勝ってないじゃん。はい、ここにあります。嘘、マジで？はい。ニアピン賞何？わからないです。名誉。わからないです。名誉です。名誉だけです。お上手ですね。はい、10秒ぐらいで終わっちゃう。3打目でもう一回打たせてもらえば。いいすか。あ、次どうぞ。あ、そっか。そっから2打目の方がいい。いや、3打目で打たせてもらえば。前さんだから。いいよ。入れたかったな。気にすんなよ。入れたかったな。手にすら届かずだった。何もかかって。にあんのかも。前向きだね。ダメで。また。いいか。ダメで。とりあえず池越えればいい。あ、止まった、うん、うまい。うまい。あ、下がる下がる。結構切れますね。切れる。はい、そうですね。
なんかちょっとかもったいなかったです。よし、見えないとこ行っちゃった。ビデオに映ってんのに開いたなんだね、力んじゃった。いや、いや力みました、多少だ、ね、力抜きすぎましたいやいやいや来た。あれ？わかんない。
ナイスオン。よく見えた。乗ってますね。すげえ。どこ？右の方。右右右ナイスオンです。すげえ。ナイス。変わってるなんて言わなきゃみんながバンカーだったらバンカーから打ったかもしれないの。下へ落ちてる。え、もうそこに、そこのちょっとした丘の先にある。顔残ってたのにね。ですね。しっかりね。ここまで記録は。こっちが出ちゃったのかな。マットクーチャーみたいな顔してる。確かにマットクーチャーだ。はい。
手を返しちゃってるか、右手使わないでも左手だけでそのまま引っ張っていけば、はい、あんまトップって出ないと思うんですよね。返しちゃってるのかな、返すの意識しないで振っていった方が、はい、うん、そんな感じなんですね。顔は残ってるから、大丈夫、残る。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、いや、入るよ。はい、大丈夫です。皆さん見えますか？あ、見えます。大丈夫。見ちゃって大丈夫ですか？ボギーです。はい、ボギーです。トリーです。フォーバーです。抜けるっていうと、もうあの木の向こうに抜けちゃうからね、ここ。で、この季節だと。この施設だと、今カートが見えるあっちの方向に引っ張って引っ掛けても斜面で当たって結構いいとこまで落ちてきます。ただあれを杭よりも左行っちゃうと OB がずっと待ち受けてるんですけど、手前にマンホールあるじゃないですか。正直あのマンホールのところに行くだけでも、もう残り160ヤードの、もうちょっと行かないと二打目けれど。マンホール狙い。そうですね、マンホール狙いが。もうすぐ帰ってくるから大丈夫。
インストで谷からこうサイドなんで横の右に打たないありがとうございますありがとうございますやだもんやだもんありがとうございますってなんでああなんないようにああなんないように大丈夫だな、あれは全然ほらほら、あそこまで行ったらもう160円だったどんなダフってんだもん全然大きいそこから見えるよ見えますか、うん、前に角まで行ってるからおやめろ出てこいこれは出てた出てこねえな行っちゃったかも帯だなはいヒールがカマはこのヒールかーやべえ体がいいんだよね OK よいしょこれ大丈夫だ OK マンホールだえあんなかっこいい後ろ、これ。あ、小泉なんか病院のこと。仲良くしてる。田舎くん、田舎くん違うんだ。あ、いい感じ。あ、ナイスショット。ああ、綺麗だ。ナイスショシャンクしねえかな。セカンド。近づけば近づくほど弱い。クリーン。いいよナイスショーあれ一番いいとこだめっちゃいいねあ、なんか落としたあ、でもあれ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 絶対ある横田さんドキッとしてるわゴロじゃなくてナイスショはい、大丈夫です。いいですか？行きます。
勝。左か。左か左か。大丈夫か。イメージしたところにいたかボールがなかった追いつかなかった誰も上に絡んでない恥ずかしい頼む乗っけてくれ一生形にプロゴルファーサウナにここにしとくちょっと手前からだ水切りショット行きました。はい。水切りショット。水切りショット行きます。水切りはスタート。二億。三回言えば。恥ずかしいだけです。水切りはスタート。一回飛んできて。
に合った。お願いします。お願いします。新潟までいい若干ブレードっぽいだけです。おっ、いいぞ、おお、いいよ、ダメか、左か、なんか飲みが足んねえんだ。もう少し飲ませねえとダメやっぱ死ね、日本酒こっからこう出さないと。そうアボさん超むずいじゃん。風やんだんですけど。急に。なんでフォローつかないんだよ。してやれ。ジュン気持ちいいショット出して。グーショット。
しょ。今日それ出てます。あ、出てない。出てないですね。ドクロマーク出てるやつです。バチシャ。もういなくなっちゃった。いなくなっちゃった。ジュン。ジュン打つよ。こうやってお金で打ちたくなっていくんで、ボディは見てやな。あ、うん、打ちたく。病院のホームページに動画アップしちゃうぞ。お願いします。おお、さすがマットくんちゃん。早く右はダメだよ。よし、よーい、いいね、なんだ、人から向けちゃったな。おい、あれ行っちゃったんじゃねえのか。あれ、おい、パートレディよ。ナイスショー、ナイスショー。いや、なんかすげえ腰だけど、どうしたの。どうですか、アップしてくださいホームページに。あれ、録画されてない。いや、されてます。されてる。いいね。いや、ほんと満員の笑顔。あ、もう今日大満足。1万円分の満足を得ました。やったな。はい、はい、OB です、お客さん。つらい。これは後半まずいっす。うっせえよ。すいません。死んねえよ。いいペースだ。ダメだよ。ちょっと頑張ります。ダメだって。今から上げてけよ。下がね、下が。右やって。OK。ルックされました。
じゃないな、木だな。木だね。あ、出てこい。おお、すごい。持ってる。すげえ。もう振ってからね。木の精霊を。暑いね。助かるよね。あ、出てきたね。はい。持ってかない。もうこれも。飲めないっすね。全然飲めない。ダメですね、なんか。まき回らないし。山の中に行ったかな。なんかだいぶ3回ぐらい助けられてる、ね、OB かと思いきや日頃の行いだね。そうですね。ただその恩恵受けてもさっきはダメでしたけどいやもっと振ってたかもしれない確かにそうですね。当たるか。当たった。あ、来た。なるほど、ね。興味あるとこうハマってなんていうんだろう、はい、勉強するしね。まあそうですね。結局そこがやっぱ伸びますから。そうだよね。はい、それでもある。
アピールすればさすがにその上の人もちょっと多分こういうああしてくれ、はい、カートがまだありますね。あ、いますね、あそこにまだ。よし。あと3つ。屋根ですか？多分屋根ですね。ああ出雲の、あでもまあまあまあ怪我はないよね。あたりに当たったような。違うのやるじゃないですか。塩屋になってくれよ。確かに近かったです。一番行きますよ。あーまた行っちゃった。これはダメだ。行ってみな。あれ案外あるよきっと、うん、あそこ深い。そう深くて傾斜になってるから、はい、確認だけしといた方がいいかもしれない。あそこなんか残ってそうだけど。順番入れ替わってる。あれ。翔平プロ。このホールに限ってあっち打っちゃったんだね。あ、もう珍しい。いや、珍しくないっす。まだ生きてた。なるほどね。
いいとこ行ったよ。みんな食事するの。危険だ。なかなかだ。うん、うまい。ナイスだ。止まれ。めちゃくちゃうまいっす。止まれ。ナイスです。止まれ。田村さん、はい、ありがとうございます。名誉だけですけど、次は6番の、ドラゴン沼尻さん。じゃあ続いて8番の、ニアピンなんですけども、山本君。ありがとうございます。あれはすごかった。で次がですね、12番のニアピンが該当者なしで、15番のドラコンが塩江さん。ありがとうございます。
ましょう。TM タムラにアップされる。TM タムラ。17番の、ニアピンも使用する。え？これ？前半の終わりですか。そうだね。あ、はい、そっかそっか。おめでとうございます。じゃあ、次順位なんですけど、次回の幹事さんが、津田さんが手を挙げてくれたので、もう一人は、まあ、3月なんで、3位の方ということで、いきます。で、自分だっていうオチだよ。じゃあ、下からいきますね。ブービーメーカー、クロス57、篠田さん。マジか。クービー結構いい勝負。クービーが、67-63で海老原君。マジか。10位全然なかったですね。49-57木村君。もう49位。70-53で横田さん。面目ないです。面目ないです。8位がですね、64-69-133で順皆川。次が7位49-60田村さん。ちょっと待って、なんか怪しいんじゃないの？それ怪しい。感じてますか？それ忖度入るんでしょ、ちゃんと忖度入ってないです。いきます、6位、48-53杉山くん。5位いきます、54-43またな。もういいぜ。ちょっとごめんなさい、これ何個なんですけど、97になってるんで、ちょっとこれはないの。それはないです。ちょっと切りました。4位、4位いきますか。51-54。誤差で。塩谷さん。あ、そこがおかしいんだ。逆っすか。多分。なるほど。いや、エビを。エビ原が67-63。それ、これは合ってます。あれ、田村さんは合ってます？ 49-60、60は合ってないかもしれない。じゃあ、じゃあ3位ちょっと取っときますか。とりあえず一旦、じゃあ2位が、なんで取っとく必要か。あとはそこで忖度してもらって、2位がですね、49-53で、自分です。で、優勝が46-43の89、野沢さん。ちょっと違うかもしれない。43じゃない、44だ。あれ？あれ？ここ2人で。そうだね。エビハラなのに。スコアラーがダメってことです。スコアラー。スコアラー。スコアラー。すみません、楽しかったんで、よかったんで、はい、お疲れ様でした。ちなみに3位が沼尻さんでした。あ、だから、まあ、ここら辺でそんなに。何も言えないっす。あ、じゃあ、一応、スコアをお配りしますんで。簡単ならいい。そんなに乗らなかったのか。どうも、お疲れ様でした。